コペンハーゲン基準とは、ある国が欧州連合に加盟するのに適しているかを判断する基準。この基準では、加盟を希望する国に対して、民主的な統治や人権を尊重し、市場経済が機能する体制を有することと、欧州連合の義務と目的を受け入れることを求めている。この加盟基準は1993年6月のデンマークコペンハーゲンでの欧州理事会において、 決定され、このため、加盟基準に、コッペンハーゲンの名前が付けられている。コッペンハーゲン理事会での議長声明によると、加盟基準は次の通りとなっている。メンバーシップリクワイアーズザットキャンディデートカントリーハズ、アッチベド加盟候補国は、加盟に必要な要件として、以下の基準を達成していることが求められる。上記の要件は1九9五年頃から十年間ほど かけて、欧州司法裁判所や欧州人権裁判所における、判例のほか、欧州理事会、欧州委員会、欧州議会における法令で明文化されつつある。しかし、現加盟国において、解釈の若干の祖母も見られることがある。また、加盟基準は、以下の3つの文書において定められている。1993年に、コッペンハーゲン基準が合意された際、 既存の加盟国がこの基準を遵守していることを確認するための仕組みがなかった。しかし、オーストリアのイエルク・ハイダー率いる自由党政権に対する欧州連合の制裁が合意されたことにより、現在では上記加盟基準の遵守を確保するための取り決めが導入されている。この合意は2003年2月1日にニース条約の規定により効力を持つようになった。 加盟候補国との協議期間において、コッペンハーゲン基準を満たすことに向けた、進展状況は定期的に査定される。この査定に基づいて、加盟の是非や時期、または、加盟が可能になる前に必要な措置に関して決定が、なされる。1992年署名の欧州連合条約、大王条では、欧州連合の原則を尊重するヨーロッパの国は、 加盟を申請することができると謳われている。欧州連合の拡大に関して、ヨーロッパ以外の国については言及されていないが、モロッコの加盟申請却下の決定とイスラエルとの密接な関係を完全な加盟資格を有していないだけとしていることから、ヨーロッパ以外の国は欧州連合に加盟し得ないことがわかる。しかし、ヨーロッパの定義については様々なものがあり、ある国が ヨーロッパの国であるかどうかの判断は欧州委員会やより重要なものとしては欧州理事会でなされる。ヨーロッパであるか否かの欧州連合内部の分別は全くというものではないが欧州評議会の分別に類似している。ヨーロッパであるかどうかについてキプロスの事例でいくつか議論が起こっており、キプロス島は地理的にはアジアに属しているが広範な分野において 歴史的にも文化的にも政治的にも他のヨーロッパ諸国との関係が強く、このことから地理的な一致とは関係なく、キプロスはヨーロッパの国と考えられることが多い。また、ヨーロッパ以外にある加盟国の領域についても欧州連合の領域とすることがあり、例えば南アメリカ大陸にあるフランス領ギアナはフランスの海外地域圏として欧州連合の領域に含められる。 グリーンランドは北アメリカ大陸に含まれる地域の一部と考えられているが、1973年にデンマークの海外軍として欧州経済共同体に加入したものの、自治権を得た4年後の1983年に住民投票を実施して共同体から離脱している。ヨーロッパの境界線の一例ヨーロッパヨーロッパに領土を持つ国のアジアの部分文化や歴史のメインで、 ヨーロッパと判断される国、地域トルコは国土の3%にあたる東トラキア地方が地理的にヨーロッパに含まれていることからトルコ自体もまたヨーロッパの国とすることができるかについて議論が盛んに行われている。既存の加盟国がトルコの加盟手続きを進めることに不満を抱いているが、これは国民の90%以上がムスリムである国が ヨーロッパのアイデンティティであるキリスト教の基本的な考え方に従うことができるのか疑問に感じているという意見がある。この他にもトルコに対して障害となる経済や政治に関する多くの争点がある。欧州連合は2005年10月3日にトルコ政府と加盟協議を開始しているが、同日採択されたトルコの加盟協議に関する枠組み文書では、 加盟協議の過程は公開され、また事前に先行きの保障はできないとされている。拡大を推し進めようとする者の,の多くは、アレクサンドロス3世からオスマン帝国までのアナトリアとヨーロッパの間での歴史には広範囲にわたって関連性があり、地理的な議論というのは本質的なものではないと主張している。非ヨーロッパの国は加盟国になり得ないとされているが、そのような国も、 国際協定によって欧州連合との様々な交流による恩恵を受けている。欧州共同体や加盟国が一体的にあるいは個別的に第三国との協定を結ぶことに加えて欧州近隣政策をはじめとするより具体的な協力関係も発展している。欧州近隣政策は欧州連合と地中海沿岸諸国との関係枠組みとなっていた。 バルセロナプロセスに代わって打ち出されたものであり、バルカン西部における安定化、連合プロセスや欧州経済領域とは異なるものである。ロシアは欧州近隣政策の対象ではなく、別の枠組みの中で協力関係を構築している。これらのことから欧州近隣政策は近い将来における欧州連合の境界線を確定するものとして認識されうるものになる。 民主的な統治が機能しているとされるには、その国の市民が地方行政から国家レベルまでに至るあらゆる統治行為に関する政治決定に際して、平等な地位に基づいて参加することが求められる。また秘密投票による自由な選挙や執行機関に対して法がその権限に制約を与え、また行政権から独立した司法に自由に接触することができることも、 民主主義において欠かせない要件となっている。法の支配とは、統治機構はその行為が明文化された法に従っている時にのみ許されるというものであり、またその法も正当な手続きで採択されたもので、なければならない。この原則は個々において、独裁支配を防ぐ措置とされている。人権とは、人が、それぞれと人間としての性質のために有する権利であり、それは、 不可侵で、すべての人間に与えられたものである。ある権利が侵害されないということは、その権利は与えられるものでも、認められるものでも、制限されるものでも、交換されるものでも、売り払われるものでもないということを意味する。これらの人権には生きる、権利、違反行為を行った時点で存在する法でしか、訴追されない権利、奴隷的扱いを受けない権利、拷問を受けない権利が含まれる。 国際連合の世界人権宣言は人権について規定した文書において最も尊重されるものとされているが欧州人権条約のように強制力のある仕組みは持たない欧州人権条約の規定に沿うようにするため近年欧州連合に加盟した一部の国は立法や行政司法制度において大幅な変更をなすことが求められたその変更には民族的 あるいは宗教的なマイノリティの取り扱いや政治基盤の違いによる扱いの差別の撤廃がある。各国内のマイノリティとされる人々は言語といった独特の文化や慣習について他者の人権に反することなくまた民主主義や法の支配の理念に反しない限りにおいて差別を受けることがないようにされなければならない。マイノリティ問題に関する欧州評議会の条約は解決に向けて 大きな役割を持っていた。ところがこの分野は繊細なものであるため条約ではマイノリティそのものの明確な定義をもたらすことができなかった。結果、調印国の多くが自国内のマイノリティに関する説明文を署名に書き添える形をとった。以下は民族的マイノリティの保護に関する枠組み条約の署名に復帰された各国内のマイノリティの一部の例である。この他にも 同条約の調印国はあるが、自国内にはマイノリティと定義されるものはいないとしている。法律学者で構成されるベネチアグループでは、この条約では独特な集団として位置づけられ、ある明確な分野において歴史を持つ集団や現在では歴史的に重要とされるマイノリティを構成し、また居住する国と安定した友好的な関係を維持する民族、言語、 宗教において独特である人々について言及しているという認識で一致している。一方で学者や国の一部には民族についてさらにこの範囲を拡大するべきであるという考えがある。しかし移民のような近年のマイノリティについてはこの条約内でいずれの調印国も触れていない。経済的基準は一般的に言われているのが加盟候補国には機能している。 市場経済を有していること、国内の生産事業者が連合内の競争や市場の圧力に対応し得ることが求められている。厳密にはコッペンハーゲン基準で求められていることではないが、加盟を見込んでいる国は過去に連合内で制定された法の相対形である、秋コミューのテールに沿うための法令を整備しなければならない。加盟に向けて秋コミューのテールは、 複数の章に分けられ、それぞれが異なる政策分野に割り当てられる。2007年のブルガリアとルーマニアの加盟となる第5次拡代の際には31の章に分けられて、国内法と欧州連合の法の整合性について精査された。クロアチア、マケドニア共和国、トルコについては35の章に分けられている。ありがとうございます。